うーんなかなか歴史の教科書勉強になるなぁ。いろんな偉い人が出てて。世界史 B ね。現代社会もやらないとな。現代社会。現代社会は、ああ、なるほどね。すごくいいこと書いてますねあない。最近はね、こうやってパソコンのこともこうやって現代社会出てますよ。こうやってグラフが出てたりね。んなんだこのページは。ん ちょっとこれ見てくださいこのページえっ ?2019 年には社会旋風を巻き起こし女の子にもモテモテ2020年には球団買収と消える魔球の開発成功2021年にはテレビ局も買収時代の寵児すごいじゃないですか 追ご、久保哲郎って書いてあるのはどういうことなんですか、これ。追後。なんだろう。久保哲郎ってやつは持てないし、球団も買えないし、消える魔球どころか、自分自身が消えるし、テレビも買えないし、時代の長寿にもなれないと。ということでね、だいぶ、花屋龍馬さんとは差をつけられたもんです。えー、本当にもう叶わないですね。 で、今回もね、動画の方を作ってていいただきままして本当にありがとうございます。何かねサムネイル見ると「坊や鉄」のねあのマージャンの坊衆さんが出てるんですけどもね私マージャン結構好きでマージャンやることがあったんですけどもまさかねこんなところに取り上げられるとは恐縮でございます。まあ、花屋龍馬さんの活動はね私がどうこう説明するよりも,もう世の中のほとんどの人がその偉業をもうねご存じだと思いますしね今日も。 動画がバシバシバシっと上がってきて、結んで開いてみたいなね、これ NHK 教育みたいなテーマのやつもあります。第41回ということで、継続力も抜群。で、専門的なね、カードの、この遊戯王カードとかも、1万5千万円枚を仕分けするとか言ってね、離れ技をやってくれてますね。多分ね、日本で一番ぐらいこれ、遊戯王カード、本当そのその人の右から出るものはいないという、もちろん左からも出ないしね、すごい必要だと思うんですよ。 で、えー、あとね特別定額給付金についてもうん、非常に興味深い動画を今日はねえー、2本上げてらっしゃるこれ昨日ですから昨日も2本上げてらっしゃいますしねこれもねなんか逐一拝見してさすがだなこういうことをやんないとなーと私も思うわけなんですねまあいろいろと申し上げましたけどもあの、やっぱりねいつも思い出すのが去年冒頭君のサムネイルを見て、まあ、花井龍馬さんね当時花井龍馬 っていう,ような、ね、呼び方しちゃったんですけども花屋龍馬さんのことを知ってこれすぐにね私の運営してるそっか塾のみんなに知らせないとと思っていろんな方に花屋龍馬さん紹介したんですよね、まあ、そしたら花屋龍馬さんとそっか塾の塾生さんとの関わりがこうやってできてきてねああめでたしめでたしって感じでございますまあね 即果塾のセールスをその中に入れてるんじゃないのって言われたらまあそんな部分もちょいっとあるんですけどもそんなケチなことじゃなくていや本当にねこの花屋龍馬さんって方は一人でも多くの方に知らせないと人類の損失だと私は思ったんですよねで花屋龍馬さんがこの業界にその金字塔をぶち立て,てた暁にはねもう私はもう早々にこう撤退してもうね即果塾も解散ということでもう花屋龍馬こう王国っていうのが うん、君臨すればいいやっぱまだ若くってね20代っていらっしゃいますんでね私はもうね50もうになってしまってもうなんか予防ヨボのおじいさんになってしまうわけなんですけど原井殿さんはねまだビンビンのねピチピチのねもうガチガチのね、えー、そういうプレイヤースーパープレイヤーでありコンサルティングの先生になっているかなってこところでございますねでまああのー、私はやっぱりこれね頑張る人っていうかね、あのー、あと出会いを大切にする人って本当に。 好きだなぁと思うんですよで、花屋龍馬さんはそっか塾の塾生さんもそうだけども,もうそういうの関係なくねいろんな方と温かく熱くそして優しくね付き合ってくださるだと思いますし、まあ、こういう方にコンサルを受けれる方はね本当に幸せだなと思います花屋龍馬さんは絶対にねコンサル生さんをないがしろにしないしコンサル生さんが諦めてもつきまとってでもね成功させようという意欲にあふれてる方だと思うんですよいろんな動画を見ながらね私もそういう風に感じます でまあ、非常に恐縮なことなんですけども、私の動画をね、一番再生してくれてると、一番見てくれてるっていうことでね、あと、与ザーツさんとこう並べられるようなシーンもありましたけども、いや、本当にね、お恥ずかしいばかりでございます。私も同時期、2017年、GWBS というね、与ザーツさんの FX スクールに入って、その頃ね、もう本当に一から学ばせていただいた、あのー、なんですかね、 あれもありましたよね。千里の道も一歩とかね。わらしべ長女とか。あれもね、擦り切れるほど私、聞きまして。本当にあれ、空で言えるぐらいだったんで、よざ翼つばさんの動画をパクって、なんかね、お金持ちになれるみたいなね、動画をね、全10話で作った覚えもありますよ。まさによざ翼つばさんが動画を上げたら、それをまだ記憶の新しいうちに自分でしゃべるみたいなね、ま、ろもろパクリをしていたわけなんですけどね。うん、まですんで、花井龍馬さんのね、気持ちもわかりますよ。あのあの頃のね、こう。 無限リピートをししててていろんな作業をしてたっ感感じじじで私も同じ感じです当時は山登りを2時間ぐらいしてたんですけども2時間ぐらいの間に夜澤翼さんの動画を2本きっちり聴けるんですよね倍速で聴くとまあ夜澤さんのね動画も結構長いですからね長いんだけどもその長さを感じさせないトーク力があったり気象点結があったりとかねそこに上手に自分の人生を入れ込んでいたりとかしてでしかもこれローンチとしてもすごくパーフェクトにできていて夜澤翼さんってねあの その頃の話って14話ぐらいまで続いたと思うんですよ。で、最後の方で GWBS でお会いしましょうみたいなこと言ってるんですよね。そちらの方で続き合いやりますとか。で、GWBS が始まったらこういった無料の動画がちょっとできなくなるんで GWBS に集中しますからとか言って、その無料の動画が出てこないことに匂わせるんですけども結局出てるんですよね。いや、上手ですよね、えー。そういうところも多分花枝さんのね、 父ととななり肉っってやってやるんだと思いますもちろん私は与沢翼ツバになんてこう全然ね追いつけもしないそのなん爪の赤ぐらいにもねあのなれないような存在ですけども原田龍馬さんはね多分ねこのヨザ翼さんのマインドをしっかり受け継いでまあ現代のねヨザ翼と言われるほどまでいやいやもっともっとすごい偉大な存在になると思いますんで私もこれからねしっかりと学ばせていただいて注目したいと思いますまあなんせね最近は原田龍馬さんが教科書に載ってるってことなんでびっくりしましたね「遊行天牌の思想」 うん、女の子にもともと、球団買収とかね、自在の長寿。まあ、追放として久保哲郎って私の名前が出てるのはね、うん、まあ、その通りだなと思いますんでね、これからもいろいろとお勉強させていただきます。いやー、明日もね、花井良真さんの動画楽しみだな、うん。ということで、今日は以上でございます。ありがとうございました。